はい、どうもことです、今回なんですけども、ギターチューニングの、正しいやり方についてお話ししていきます。これからギターを始める方とか、すでにギターをやっていて、改めてね、そのギターチューニングというものを見直してもらうためにも、ちょっとお話ししたいと思います。チューニングなんですけど、その、歴を重ねるにつれてだんだんその重要性に気づくというか、もちろんその絶対音感とかある人は除いてね、そういう人は初めからものすごい重要なんですけど、初めってやっぱりそのギターの細かい音のズレとか、その和音の細かいズレに気づけないんですよね。その音感があまり鍛えられてないので。それでもそのやっていくうちに、その相対音感っていうのは鍛えられていって、そうするとね、その細かいズレとか、逆に言うとそのより綺麗な音が分かるようになるんで、そういう意味でもその音楽的に耳が成長していくのでね、それに合わせてそのチューニングの重要性ももちろん上がっていくっていう感じなんですけども、僕もね、最初大学の時にその軽音楽部に入って、その先輩にずっとずれてるずれてるって言われて、確かにチューナーパッドをしたら5セント10セントぐらいかな、微妙にずれてて、いやこんなん絶対分かってないやろとか、いやこれぐらい別にいいやんって思ってたんですけど、実際ね、その歴を重ねるにつれて、あの時先輩分かってたよなって、そのずれてんの分かってて気持ち悪かったよなっていう、そのまた逆にその配慮を、その初心者の頃からちゃんとチューニングすれば、そのズレに気づいてる人はもちろんいるんで、そういう人たちにのためにもしっかりチューニングする癖はつけた方がいいと思います。はい、じゃあ最初チューニングの代表的な種類なんですけども、最初がレギュラーチューニング、6弦から EADGBE ですね。これがスタンダードなチューニングで、最もよく使われるチューニングです。で、次に登場頻度が多いのが、ドロップ D っていうチューニングですね。これ6弦のみを D に落として、 DADGBE ですね。これ結構ハードロックとか、メタルもうちょっと避けるんですけど、ちょっとその激しいロックによく使われます。最後全弦半音下げですね。これが D シャープ、G シャープ、C シャープ、F シャープ、A シャープ、D シャープですね。これもちょいちょい見かけるチューニングなんで、覚えておいた方がいいと思います。その実際チューニングするときなんですけども、基本的にはそのチューナーっていうものを使うんですけど、これ代表的な3つの種類があって、まず1個目が万能タイプで、エレキとかアコギとか、両方使えるタイプですね。で、次2つ目がエレキタイプ、そのシールドを挿して使うようなタイプです。で、3つ目がアンプラグドタイプ、アコースティックギターとか、そういうシールドがないタイプの楽器に使うチューナーですね。一番いいのは2番目のエレキタイプなんですけど、これ直接シールド挿して音を入力するんで、一番正確なチューニングができるって言われてます。これもね、結構そのエレキタイプの中でもいろんな種類があるんで、結構これ、あの概要欄にそういうブログあるんで、その記事載しときます。よかったら合わせて見てみてください。で、次具体的なチューニングのやり方なんですけども、このペグっていうのを回して合わせていくんですけど、基本的にこの6弦側、太い方からやることですね。こっちからやっちゃうと、その弦の張力がだんだん強くなっていくんで、この最後の1番6弦終わった頃にはもうこっちが結構ずれてしまってるんですよ。で、こっちからやると、こっちでもちょっとずれるんですけど、その張力がだんだん弱くなっていくんで、多少のずれで済みます。なんで、だからなるべく弦のテンションが高い方からやるっていうことですね。で、次にペグ、これ合わすときになるべくこう低くして、で、高く巻きながら合わせていくっていうことですね。こう緩めながらこう目的の音程に合わせちゃうとすぐずれるんですよね。弦が緩んだ状態になってるんで、なるべくこう締めながら目的の音程にまで合わせていくっていうことです。で、そうするとこのギュッと締まった状態で合わせれるんで、ピッチがずれにくくなります。で、最後なんですけど、このハーモニクスを使ったチューニングっていうのがあって、これが一番正確なチューニングができるんで、できる人は絶対やった方がいいんですけど、でも聞こえますかね、これ。このハーモニクスって言って、ここの6弦5フレットのこのフレットの境目を軽く押さえて、で、弾いた瞬間に指を浮かすと、このポーンって倍音のみが鳴るんで、で、この5フレットのハーモニクスと、で、次1個上の弦の7フレットのハーモニクス、これを両方同時に鳴らして、音がずれてるんですよね、今。で、これを同じ音にするんですけど、多分ね、マイクじゃ伝わらないんですけど、この音の揺らぎがだんだんこうなくなっていくんですよね。わわ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 わってなるんですよ。これちゃんと音の揺らぎがなくなるっていうことは、
その音が合ってるってことなんで、これをするとこのコードとか鳴らす時のハーモニーが完全に綺麗になるんで、これもなるべくやった方がいいです。ちょっとね、伝え方が難しいんで、詳しくはそのネットとかで調べてもらって、ハーモニクスでのチューニングみたいな。で、最近だとそのポリフォニックチューナーって言って、和音も同時に6弦まとめてチューニングできるチューナーとかもあるんで、あとストロボチューナーっていうかなり正確なチューニングができるチューナーとか、まあ、結構そのチューナーも進化してきてるんで、まあ、よかったらいろいろチェックしてみてください。まあ、詳しい内容概要欄にブログとか貼っとくんで、よかったらそっちを見てみてください。じゃあ今回こんな感じで終わります。最後にグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた。